第1回少年漫画あるある選手権。どうした急に。主人公の隠した能力でラスボスが倒れる展開。まあ、あるあるだな。まさかまだそんな力が、ってやつな。油断して背後から攻撃され、それをかばって味方が死ぬ展開。これもよくあるな。私は、そういう展開があまり好きではない。それが言いたかったのか。そういう展開がない少年漫画が読みたいわけよ。しょうがないな、霊夢くん。はい、バビル2世。バビル2世？霊夢が読みたいといった漫画の特徴に当てはまる作品だ。今日はこのバビル2世の魅力について語り、霊夢に布教してやるぜ。布教されてやろうじゃないか。まずはおさらいだ。どんな作品かを知らないとね。横山光輝の漫画と、それを原作とするアニメ作品がある。ふむふむ。原作漫画は、週刊少年チャンピオンで1971年7月5日号から、1973年11月12日号まで連載されていたんだ。全部で何話？ 121 話だぜ。結構あるわね。さらに、別冊チャンピオンに読み切りが1話掲載されているな。どういうジャンル？超能力者バビル2世と、世界征服を企む超能力者ヨミとの戦いを描く SF バトル漫画だぜ。SF 要素があるのね、そういうの結構好きよ。横山光輝といえば、劇画も人気だが SF のイメージがあるな。最初は10回連載の予定だったんだが、連載開始とともに人気が上昇したことで長期連載に変更されたんだ。そしてアニメ化もされたわけね。横山先生自身も、好きな作品を聞かれると必ずバビル2世と答えてるほどお気に入りの作品だぜ。どういう話なんだろう？遥か昔、地球に不時着して帰れなくなって地球に住み着いた宇宙人バビルがいた。一世ね。バビルはその科学力と超能力で権力者を動かし、巨大なバベルの塔の建設をさせたんだ。どうして塔を建てようとしたの？帰れなくなったから助けてほしい、と、母星に救難信号を送るためだな。なるほど、切実ね。だが、一瞬のミスから完成直前の塔の大半を破壊してしまったんだ。まあ、当時の地球人なんて科学の彼女もなさそうだし。バビルは故郷への帰還を諦め、地球人と結婚する。そうして子孫が残ったわけね。そして、建設途中で投げ出したバベルの塔を子孫に託すことにする。宇宙船の危機を元にして、自分と同じ体質の子孫を探し出す装置と3つのしもべを作り上げた。これを受け継いだのが、バビル2世ということか。そういうことだな。バベルの塔は超高性能コンピューターが管理し、5000年前の地球上の出来事を記録している。すごいわね。歴史的価値がどえらいわ。人工砂嵐を起こして所在を隠し、催眠ライトやレーザー砲、ミサイルなどで武装しているぜ。なるほど、洞窟かとかに見つからないようにしてるのかな。万が一塔の中に入られたとしても、数々の罠で撃退する仕組みだ。すごい、徹底しているわ。破壊されても自動修復するしな。すごすぎでしょ。バビル2世に超能力者としての教育を施す装置とか、傷ついたバビル2世を癒すための装置も完備。拠点としてあまりにも優秀。このバベルの塔を拠点にし、黄泉の軍勢と孤独の戦いを繰り広げていくストーリーだぜ。これは面白そう。じゃあ、次からは魅力について語っていくか。一つ目の魅力は、主人公が容赦なくて覚悟が決まっているところだ。容赦ない系なのね。なんというかもう、やる気に満ち溢れてる感じだな。相手を生かしておくと自分の命が危険にさらされるだろ？それは本当にそう。殺さない程度に痛めつけても、手元に武器が落ちてて反撃されたりしがちだし。だから正気は逃さないし、正気があれば必ず殺す。まさに必殺ね。相手が命乞いをしようと、泣きわめこうと、その姿勢は揺らがないんだ。そこで揺らぐ主人公って多いよね。それはそれでドラマが生まれるから魅力的なんだけどな。とどめを刺さなかったために仲間が殺されたりして、読者が、ちゃんととどめ刺しておけよ、とか思うことがなくていいんだ。これはすっきりとした気持ちで読めるし、見られるわ。この、敵を必ず殺す、という覚悟が中学生にして頑決まりなのが良いところだ。中学生なの？ああ。それはそれで、中学生なのに覚悟決まりすぎだろ、というツッコミポイントにはなりそうね。まあ、そうだな。ただ、バトル漫画の主人公としては爽快で良いと思うぜ。それはそう。私は結構好き。二つ目の魅力は、バビル2世が最強だけど、無敵ではないところだ。最強というと無敵ってのがセットな気がするんだけど。セットにする作品は多いが、本来、一番強い、から、無敵、というのは違うと思うんだ。例えば最強だとしても隙を突かれたらやられるかもしれないだろ。それはそうね。バビル2世は、隙を突けば銃でも殺せるくらいだ。まあ、超能力者だけど生身の人間だしね。そう、そこに敵側の正気はあるんだよな。最強といえども孤独だから、多勢に無勢で押し通せばたちまち危機的状況になるし、油断したら死にかける。どれだけ力は最強でも、少しの油断が命取りになるのはいいわね。読者にそれが伝わることによって、緊張感が生まれるし、主人公が最強無敵すぎると、バトルに緊張感がないんだよな。そうだね。
どうせ主人公が勝つでしょって気分になっちゃうわ。その上で安心してスカッとする戦いを楽しむジャンルもありだが、バトル漫画としてはハラハラしたいぜ。私もそう思う。三つ目の魅力は、敵も主人公も油断をしないところだ。油断すると命取りになるから、油断しないようにするのね。敵は組織があるとはいえ、主人公は最強の超能力者だからな。油断すれば壊滅しそうね。主人公も最強の超能力者とはいえ、一人だからな。味方といえばしもべだけか。しもべも自分で命令を出す必要があるし、それぞれ役割があるから万能じゃないしな。それは確かに、油断できないわね。だからバビル二世も読みの陣営も互いに使える最善を常に尽くすんだ。読みが策略を仕掛けて、バビル二世はそれを察知し、迅速に回避する。だけど読みも回避を予測していて、さらなる攻撃や策略を仕掛ける。バビル二世もさらに起点を聞かせて、それに対処する。それが延々続く感じなのね。どちらも決して油断せず、常に相手がどう動くかを意識して立ち回ってるからな。これは熱いわ。超能力バトルで肉弾戦とかも結構あるが、心理戦の要素が大きいんだ。確かにね。相手ならどう動くか、自分ならどうするかを常に考えるという面では完全に心理戦ね。基本的に、自分の行動や攻撃は相手が予測済みだ、という前提で動いているのが面白いんだ。まさか、とかなんだと？とかがないわけね。なんだと？とは無縁の漫画だと思うぜ。だから敵も主人公も満身からの油断でやられるとか、そういう展開が苦手な人は特に楽しめる作品なんだ。まさに私のためにあるような作品ね。別に霊夢のためにあるわけではないぞ。本気で答えないでよ。四つ目の魅力は、組織が個人より強い、というリアリズムだ。実際そうだよね。一人でめちゃくちゃ強い奴がいても、組織で攻めてこられるときついわよ。世界最高のサッカー選手が、一人で少年サッカーチームに勝てるかというと、わからないよな。一人ではボールを奪えないだろうけど、みんなで囲むようにして突撃したらボール奪えそうだし、ボールを奪ったら数人で壁を作って動きを阻止するとかもできる。こう考えると、人数が多い方が戦略の幅がかなり広くなるわね。そうなんだ。実際読みは個人の能力だけでは、バビル2世には勝てない。読みも強いんだろうけど、バビル2世には及ばないのね。じゃあどうするか。仲間を集めるわけね。読みには圧倒的カリスマ性と政治力があるから、それを利用して組織を作る。そして組織が盤石になった頃に本格的な行動を起こし、組織の力で戦っていくわけだ。こう考えると、RPG の勇者ご一行とかもそんな感じな気がしてきたわ。一人だと魔王に勝てないから、仲間と一緒に戦う感じな。読みが主人公に見えてきた。読みは組織だからこそ使える策略と戦略を駆使して、バビル2世に対抗する。それがすごくかっこいいんだぜ。それは確かにかっこいい。しかも、バビル2世を倒すために使う策略や戦略も、全部納得ができるんだ。これならバビル2世もダメかもしれない、と思えるってこと？そうそう。だから主人公視点で読んでいても、いつもハラハラできる。なるほど。そして、バビル2世も組織力で劣ることはわかっているから、日本政府の情報局に接触して力を借りたりすることもあるんだぜ。これは一人では対処できないと思ったら、ちゃんと協力要請を出すのね。そこがいいんだ。孤独に戦う主人公だし、いたずらに人を巻き込もうとはしないけど、一人じゃ勝てない時は誰かに協力してもらう。組織力というのを大事にして、策撃しているわね。そこが、この作品の納得度を高めているところだな。本当に、読んでいてマイナス方向のツッコミをすることがなさそうね。少なくとも、私はそういうツッコミをしたことがない。五つ目の魅力は、読み様が魅力的すぎることだ。もう、ざまがついちゃってるもんね。読み様と呼ぶ読者は、結構多いと思うぜ。そう呼びたくなる魅力があるのね。読みは、世界征服を目論むバビル2世最大の敵だ。目的はやっぱり世界征服か。一応バビル2世に手を組まないかと誘ってみたりもするけど、バビル2世は読みと戦う道を選んだ。まあ世界征服って聞くとどうしてもね。世界の半分をあげようと言われても、揺らがないタイプだな。私は敗を押してしまうタイプです。バビル2世は圧倒的な力で迫る。それを策略でしのぐのがまずかっこいいポイントだ。かっこいいポイント入りました。さらに、部下思いなんだ。そうなの？勝手に冷酷なイメージ持ってたわ。決して部下を捨て駒扱いしないんだぜ。捨て駒にすると、後々自分が不利になりそうだしね。それを分かっているというのと、本当に部下を見捨てられない性格なのとの両方だろうな。うわぁ、いいキャラだわ。その上、必要なら非情な判断をすることもできる。そこが大事だよね、トップとしては。そしてその非情な判断によって、より多くの部下を救おうとしたり、敵を確実に仕留めようとしたりする意志や執念もかっこいいポイントだ。確かにこれはかっこいい。しかも、時には部下を身を挺して守ることもあるぜ。待って、すごくいい上司じゃない？
だから黄泉様と呼びたくなるんだよな。というかもう、主人公があまりに容赦なさすぎて、どっちかというと黄泉様に感情移入して読みたくなるくらい。確かに、これは敵側に感情移入しちゃうわ。6つ目の魅力は、今作のストーリーテリングだ。ストーリーの作り方、語り方ってことよね。そうだぜ。バビル2世は、毎回なんてことない小さな事件から始まるんだ。例えば、恐怖の改造人間という回があるが、その回では冒頭で、飲酒運転のカップルが事故を起こすんだ。ダメ、絶対。これ自体は言ってしまえばありふれたもので、漫画的大事件というわけではないよな。ありふれてちゃダメだけど、まあ現実にも普通に起こることよね。だが、その裏に密かに組織の企みがあって、大事件に発展していくんだ。なるほど、小さくて身近な事件の裏に、実は大きな企み、陰謀があるという話の転がし方なのね。これ自体は別にそこまで珍しい手法でもないが、事件と企みとの結びつけ方が巧みでな。結びつけ方が上手いから、突飛な感じや無理やりな感じがないのね。そういうことだぜ。他にも、日本で旅客機の墜落事故が起こる、という話がある。乗り合わせていた自衛隊の司令官だけが奇跡的に助かるという事故だ。一人しか助からなかったって、相当大きな事故ね。普通は奇跡の生還、としか思わないし、亡くなられた大勢の方に意識が向くよな。そうね。ところが高一、バビル2世はこの事件に疑問を持ち調べるんだ。すると、企みがあったって感じなのね。調べると、司令官は何者かが操る改造人間だった。高一は司令官を守っていた霊媒師と戦って勝つが、霊媒師は別の資格に粛清される。ふむふむ、バベルの塔のコンピューターは、この事件が黄泉の陰謀に酷似していると分析。実はこの回の前に黄泉が倒されていたんだが、この事件で黄泉が生きていることがわかるんだ。敵が生き延びているという重要回も、何か別の事件から始まるのね。こういう話の転がし方のうまさが、バビル2世と黄泉との対決により面白さを出しているんだよな。それはすごくわかるわ。最後に、ここまでの内容を私なりに総評してみたいと思うわ。マリサが思うバビル2世とは？ってことね。バビル2世は、少年漫画あるあるとそれによる不満点、疑問点を、これでもか、と潰してくる作品だな。少年漫画にありがちなこととは、まず、人と戦っているのに主人公に覚悟が足りないこと。人殺しをためらったまま人と戦ったり、大きな力を行使したりすることは多いわね。お前その覚悟もないのにそんな力使っとるん？と、少し冷めてしまうことがある。わかる。次に、主人公が最強で無敵であること。これはここ数年の作品に多い気がするわね。ニーズがあるのはわかるんだが、私としては最強無敵すぎると緊張感がなくてな。わかる。そういう漫画はストーリーが大きく動く場面は面白く読むけど、バトルは読み飛ばしたりしてるわ。あと、敵のやり方が甘いとか、油断が多いとかだな。資格をわざわざ一人ずつ送り込んでくるとかね。あれは本当に個人的に苦手な展開なんだ。畳みかけてこいよと。戦力の蓄次投入はダメだって、現実でもよく言われることだし。もちろんそれが有効的な場面はあるんだろうけどね。あと、なんだと、そんな力がまだ残っていたとは、とかも油断から来る展開だな。勝ったと思って高笑いしながら主人公を煽ったりするやつもいるわね。そしてやられるんだよな。ラスボスすらそれやってくる作品もあるしねー。さすがにラスボスくらいは油断せんといてくれ、と思ってしまうんだぜ。こういう少年漫画あるあるに感じる疑問とかを、そうじゃないだろ、と言ってくれるから気分がいいんだ。バトル漫画として爽快だよね。ただ、現代の漫画と比べると人物描写が薄いところはある。そうなんだ。高一が何を考えているかわからないし、友達もいないから日常も想像できないし、バビル2世として覚醒してから学校も辞めてるし、主人公に感情移入しにくいよね。黄泉様の方が感情移入しやすいし、むしろ黄泉様は意図的にそういう風に作られてる感すらある。だから人物描写や心理描写を重視する傾向のある現代漫画界において、魅力が伝わりにくい作品なのかもしれないな。確かになぁ。だが、その分、バトルの駆け引きを俯瞰して楽しむには最高の漫画だ。バトルの展開に熱くなりたいという時には、すごくいいわね。ということで、今回の話はここで終わりだ。バビル2世、かなり読みたくなったわ。アニメから入るのもおすすめだぜ。1話は YouTube の東映アニメチャンネルにも配信されてるわね。Amazon プライムビデオにもレンタル作品として配信されてるし、2001年版は D アニメストアで全話見られる。見るなら昔のアニメの方が良いのかしら。その方がおすすめだな。時間をかけて丁寧にやってるし。私のようにまだ見たことがない人は、そっちの方がいいのね。もちろん、懐かしむという意味でもな。みんなは、バビル2世に思い出とかある？よければ感想コメント、チャンネル登録や評価もしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。